どうも、片瀬のななチャンネルです。本日はわりかしリクエストも多かったかな、洋服見たいっていう方が結構いらっしゃって、なので私の1週間まるまる7日間の服のコーディネートを今日はお見せしたいと思います。一応暑い夏、私は何を着てるのかなということで、コーディネートしてみたいと思います。そして出てくる服はほぼ、新作ではございません。なので私のクローゼットの中にあるわりかしね、結構10年前のとかもあるかもしれない、出てくるかもしれないです。私のクローゼットをお見せするという感じかな。着て、ちなみにね、今日のピアス見てわかる？分かったらすごいと思うんだけど、私のこれね、サインなんですよ。これね、ファンの方がね、毎年ねアクセサリーをね作って送ってくださるんですけども、これ特に気に入っていて、これ私のねサインなの。サインを多分ね型を取ったのかな、それでピアスにしてくれてるの。すごくない？この発想すごくない？はい、これが私のサインなんですね。ほぼ一緒でしょ？しかもまだローマ字じゃなくてこの漢字でこれ作ってるっていうのがねすごいなと思って、ご紹介しました。ちなみに今着てるのはマルチェラの T シャツと、下は、最近これ動画でもよく履いてるからあれですけど、ザラのパンツです。じゃあ行ってみたいと思います。はい、ということでね、まずは月曜日ということで、こちらにしました。これね、わりかしいつ買ったのかな、トーガの服なんですね。でトーガの、オールインワンなんですけども、全部つながってるやつなんですけど、で、靴も、トーガです。珍しいんです、私がヒール履くなんて、持ってるなんてね、そもそも、冬も着るんですよねこれ、で上になんか羽織ったりとかなんなり、なんか中にロンティーとか着たりして着るんですけど、夏なんでちょっと素足が出るようにという感じでちょっとハイヒールにしました。この服ね、トーガは基本的にね着てると、どこの服とか、すごい可愛いねとか、おしゃれだねって言われる率が多くて、私も多分持ってる中で一番好きなブランドがトーガだと思います。これさ、ほらなんかすごい石がついてるの、でっかい石、この上置くと携帯充電できるよなんて言いながら、ちゃんとした打ち合わせの時だったりとか、ちょっと今日跳ねるなとか、パスタ食べたいなみたいな時はわりかし黒で、ね、ここ老けるし、って感じですね。でピアスはキースヘリング、これねスライとキースヘリングがコラボした時のやつで、この時期のはめちゃめちゃ買いました。スライちょっとそれと、はい、合わせてみましたって感じです。はですね、日焼けしたくはないんだけど日焼け止めも塗りたくないみたいな人にぴったりな服ですね。私ね結構暑い時でもなるべくなんか何か羽織ったりとか、長袖を着たりとか、ちょっとこう まとえるものを着るのが好きなんですね。これとかすごくほらこうやってね、なんかタンクトップ着てるんですけど、ここまで出せるし、すごく涼しいは涼しいけど、ちょっともう日が辛いなって時はこうやって隠せるしっていうのはすごくいいんですよね。でこれ上はちなみに、純也ですね、純也渡辺ですね。下は、健三の、ジーパン、このねジーパンが私一番合うんだよね、このぴったりで、靴が、またこれトーガですね、トーガの靴、トーガの靴が私は大好き。服、丸ごと好きなんですけどね、バッグだったりとかアクセサリーも全部好きなんですけど、ちょっと外が多いなみたいな時とか、あとはデパートだったりなんかビルで長時間いる時とかはちょっと寒くなったりするので、ち
とこういうのはちょうどいいかなって。でもなんかね、ジーンズというかジーンズ素材なので、なんかちょっとカジュアルにみたいな感じですね。ピアスはね、多分これね、忘れちゃったけど多分ザラだと思うんだよね。ほとんど私はあのアクセサリーとかは、あまり高いものはつけないですね。結構なくしちゃうじゃないですか、アクセサリーって。特にこういうお仕事してると、あの自分のアクセサリーをつけて仕事したりとかしないのにちょっと慣れちゃってて、だからなんかこうなくしちゃっても最悪もうすごいショックで眠れないみたいなことにならないように、わりかしその時の流行りとか、あの安いものをつけるのが好きですね。水曜日はこちらの、こちらもオールインワンですね。オールインワンの言い方あったっけ、なんか今風のやつ忘れちゃったんだけど、まあ私はね結構つながってるのがすごく好き。あの変な話、そんなにトイレ近くないんですね。なので結構こうつながってるといろいろ大変じゃないみたいな時あると思うんですけど、私はもうそもそもトイレが遠いんで、全然脱ぎ着することがないんであんまり心配してません、プランティーナッツというところです、日本の、洋服のブランドさんですね。あのここのはね本当に可愛くって、奇抜なんだけど品があってとか、色がすごく鮮やかなんだけど品があるみたいな、で可愛らしいみたいな、大人可愛いみたいなところの、服ですね。これを着るときは、だいたいね海辺、海が多いですね。でこの下に合わせてるのはこれね、まあ通常だったらなんかこうサンダルだったりとかパンプス合わせちゃいがちなんですけど、私はあえて、スニーカーですね。これザラのスニーカーです。色がね結構激しめのやつを、これに合わせてます。透けてはいます。透けてる。だから中に、ちょインナーをちゃんと着てっていう感じですね。だからすごくあの涼しげなんで、すごくねオーガンジーみたいにサラサラなので、全然なんかこう涼しく快適に過ごせるなって感じです。でピアスもザラです。このピアスもいつ買ったかな、もうずいぶん前だと思う。3年前ぐらいだったと思う。結構これだから外国にも持ってったかも。あのシワにならないし、だからそういうのもすごく重要ですよね。こちら木曜日になります。木曜日はあそろそろ足出したいななんて時に、これを履きます。ワンピースなんですけどね、冬はねやっぱねさすがに寒いんで、ちょっとこれにデニムとかね、黒のデニムだったりとか、あの普通のねあのブルーデニムとかを合わせるんですけど、まあ、夏はもうそのまんまもう足出していこうっていうことで、で下はノーブランドだったと思います。ネットで買ったものなんで、ちょっといつのものかわからないんですけど、結構昔に買ったやつかな。で上のワンピースはこれもスライバスキアさんとのコラボです、ね、キースとコラボして、このその後にバスキアとコラボしたのかな。でも大好きなんでね、二人とも。ちょっと今トイレ中ですね。何もないところを掃除してますからね。そして、ピアスはこれはね多分スワロフスキーだと思います。ちょっとね、ゴージャスな感じの雰囲気ですね。私はこれとか、あとはあの輪っかフープのなんかゴールドとかをよく、つけてコーディネートしますね。足が見たいって方がね、何人かいらっしゃったので、まあその人用かな。とりあえず足出してみました。金曜日ですね。金曜日は、あ、
キャンプに行こうってことで、私は結構キャンプに行くときこんな感じです。本格的なキャンプのときはさすがにこういうの着ないんですけど、バーベキューだけしに行こうとか、ちょっと日帰りで、今日なんかすごい騒がしいね、日帰りでちょっとバーベキューしに行こうみたいなときに、着るような格好です。まあ足はちょっと暑いんで足は出したいなっていうのと、でも上は日焼けたくないんで、まあ下ならなんとか守れるかなみたいな感じで、上はでも徹底的に守りたいっていうことで一応長袖を着てます。これはどっちも中の、このフリフリがついたロンティーと、この上サロペットは MSGM です。で、靴は結構履いてるんであれなんですけども、ザラが一番最高かもしれない。本当もう私はだいたい 39.5 か40ぐらいなんですけど、うん、靴はねザラが一番ベスト。私外反母趾なんで、もう外反母趾さんにはもう最高の靴ですね。はい、そしてピアスもザラかな、うん、このためのピアスです。やっぱ夫婦のねピアスは何でも合いますから、はい、なんかそんな感じだ。ということで、またワンピースということになりました。やっぱねワンピースが好きですね。夏は特にねやっぱり涼しいし着たくなるよね。で、こちらのワンピースは、永遠の大人かわいいでおなじみの酒井さんでございます。酒井はいいよね。でもね酒井ってさ、まあ、もちろんちょっと高級なブランドでもありますし、そんなに若い時ね手が出せないブランドでありますけど、これもね結構昔に買ったんですけど、あんまり消えてないから今年こそ着たいなっていう気持ちで今着てみました。パンプス、まあブーツというか、まあ、パンプスなんですけどね、こちらヒールついたミラーボールみたいになってるんですけど、こちらはトーガです。トーガにしか作れんこういうものは。この辺ふわっとしててね、もうそもそもこの立体感、こういうものをね作るっていうのがやっぱりすごいなと思って、私もね一時期ね服を作ってた、服とかねアクセサリー作ってた時代があって、結構それで勉強したりね、もうボタン一つ選ぶのとか糸一つから選ぶのとかすごいね、まあ大変だったけど楽しい思い出があって、だから余計ねなんかこういう素晴らしいデザインだったりとかいい服に出会うと、わあすごいなって工場長の顔まで浮かぶ。でピアスはこれねクレアーズだと思う。クレアーズって最近そんなに都会にないよね。大好きクレアーズ、多分ね400円とか500円ぐらいのピアスだと思います。日曜日サンデーということで、丸ごとジーンズにしてみました。私ね自分でもなんか上下ジーンズっていうのが好きなんですけど、男性でも結構上下ジーパンにジージャンが似合う人がめちゃめちゃ好き。これなんだかわかる？そう、みんなの大好きなストレンジャーシングスです。ストレンジャーシングスとリーバイスがコラボしたやつなんですね。これね多分ね1年半か2年前ぐらいかな、予約の段階でもう1ヶ月前ぐらいからこうもうチェックしてて予約して買ったって感じです。可愛いでしょ。今さちょうど7月でラストなんで、ストレンジャーシングスがね、あ知らない人はネットフリックス の、 ドラマです。出てくる子たち、子供たちが、描かれてるものなんですけど、可愛いよね。で中の T シャツは、カナルっていう、スケーターブランドの、とこですね。ここも結構服もすごい大好き。スニーカーはザラ、安定のザラです。コンバースシュプリームかな。なんかすごいね今日、どうしちゃったの？お腹すいたの？ご飯？
おはんの偉大な力で今、和解しました。そしてね、ピアスはね、これはね、ZOZO タウンとかで買ったやつで、多分500円ぐらいのやつ。ブランドはちょっと分かんないです。多分ノーブランドだと思う。さあ、ということで、私の1週間コーディネート、夏服バージョン、いかがだったでしょうか。まあ、割と、結構いつも個性的な服を着てるねとか言われるので、割と個性的に見えたのかな。まあ、私の割には割とそんなに派手じゃないものというか、割とカジュアルにと思って、来たんですけども、皆さんにはどう映ったんでしょうか。まあ、断捨離ね、2回してるんでね、それでもまだまだあるっちゃあるので、そんなに最近はね、新しい服着、まあ、買わないで、まあ、ある服でもう全然やっていけるなという感じなので、またね、ちょっと T シャツとかね、いっぱいあるんでね、 T シャツ編とかも見せたいな。まあ、新作じゃないので、これが丸ごと買えるわけではないので、ちょっとそれが申し訳ないんですけども、あの、このコーディネート風だったりとか、まあ、背がね、大きい人だったりとか、どういう風に着てるんだろうみたいなのも参考になったりとか、なればいいなと思います。ということで、この、動画良かったよって方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。